すごい神父さんなの。悪そうだな紫いかついな神父様。なんか探検持って戦いそうだね。すごいエイメンみたいな。さあ今度は君が答えなさい。戦う神父さんみたいな。私はレイチェル・ガードナー。神父様はこのフロアの住人なの。いかにも君からすればここの住人だろう。寝上にモグタいらっしゃい。パタパタの頼朝いらっしゃい。おっと、そう怖がらなくてもよい。私は君がどのようなものかまだ判断しておらん。君がどういった人間かわからないのだから裁きを下すような真似はせんよ。分かったら裁き下すの。あゆひかいらっしゃい。私は別に。まあ、でも敵でしょ、普通に考えて。では君はここで何をしている。血を止めるものを探してる。ふむ。止血金、止血剤か。それはザックが必要としてるのだな。ザックを知ってる。そうだけど、知ってるの。当然だ。私は彼らのことを誰よりも知っていたのだから。誰よりも。親御さん。だが、あいにくここには治療に使えるようなものはない。そのマントがあるじゃないか。脱げよ。脱げよ。置いてあるのは、B5。ダニーのフロアくらいだろう。戻るのか？戻る展開ある？そんな、じゃあどうやって下に戻れば？下に戻りたいのかね？え？あ、ええ。ならば、難しいことはない。私と共になら、戻ることができる。おお！あなたと一緒になら？ああ、そうだ。私はその方法を知っている。やばいぞー。レイチェルついていくなよ、変な人に。知らない人についていっちゃダメって言ったでしょ？その言葉は信用できるの？私は偽りは告げぬ。本当かよー。ベントスいらっしゃい。ただし、行くのであれば、君に少しばかりの、試練を受けてもらわなければならない。なんかエロいことする気だろう。まず水着に着替えてください、みたいな。水着審査か。試練。なんかすることだ、する気だろう、絶対。難しいことではない。私が君を何者か知りたいだけなのでな、グヘヘ、みたいな。何者か知りたいのでな、グヘヘ。今すぐ答えを求めはせん。自らの心で選ぶがいい。このエロ親父め、私はしばしここにいる。すごい、もうはしゃぎすぎて滑舌がめっちゃ悪い。戻る方法はあの人しか知らない。このロリコンめ、一度、ザックのところへ戻ろう。くそー。後ろからもステンドグラスにゴーンやってやろうぜ、もう。なんもないかな、アイテム。俺の欲望。俺のじゃねえし。どうするか、己の判断で決めなさい。くそー。同じ発想したでしょ？みんなもそう思ったでしょ？ねえ。試練を受けてもらう、みたいな。なんだ、なんだ。あ、戻ってきた、ほら。彼女は僕だ、いらっしゃい。この場所は通ったところだ。でもなんだかいくつか部屋を抜かしているような。幻覚だったんだよ、やっぱり。あ、若干喋りづらいな。あっと、ザックー、すごい出てる。あ、びっくりした。あれ、地下、びっくりした。超かと思った。これ地下、びっくりした。出てると思ったら、あー、なるほど、這いつくばったのか、倒れたまま。びっくりした、超出てるやんみたいな。ザックー、クソ、しまわなきゃと思って、すごい出てると思った。地下。あ、よかった、よかった。途切れてる、途切れてる。ああ。もう死んだと思う。超出たらさすがに助からんよな。ザック、動いちゃダメ！おいね、お前どこ行ってた？ザックの血を止めるもの探しに行ってたろ。ああ、お前一人でかよ。何やってんだ？だってザックを無理に動かすわけにはいかないもの。超出るし。それに眠っていたし。バカだったら叩き起こせよ。死ぬぞ、あんまりやると。そういうわけにはいかない。頭勝てな、お前。それで何かあったか？うん。でも、B5 に戻れば医療品がある。あ、今更戻んのかよ。うん、でも私が行けば。うわぁ、どうした？うわぁコントみたいな。え、ザック、コント死にかけみたいな。ザック、だから言ったじゃん。少しくらい、おとなしくしてて。まったく、うるせえ、ガキじゃねえんだよ。鎌が重え。んだ、これ、わけわかんねえ。ザック、ダメ、寝てて。床でな。今から私が下に戻って取ってくる。ザックは横になっていて。ああ、ザックが死ぬ。鎌が重たいのは体がダメだと言ってるから。勝手に俺が死ぬとか決めんな。ダチョいらっしゃい。そう簡単に死なねえってお前も知ってるだろ。今死にかけてるけどな。でも
お願いザック、私を役に立たせて。お願いってお前、そういえばいいと思ってんじゃねえだろうな。お願い。ほら、ザック。降れるぞ。あー、つうか降りる方法あんのかよ。甘くなったな。シャドウいらっしゃい。それは?多分大丈夫。甘々かよ。お前一人で行って帰ってこれんだろうな。一人じゃないんだよな。それも多分大丈夫。あん?あったよ。今はカモンをろくに動かせねえ。これじゃ、お前、俺はお前の荷物だろうからな。お前のはなかった。違う。大して違わねえよ。アキトいらっしゃい。でもお前が本当に死なねえって言うなら行ってこいよ。信じてる?確かに俺は今腹が痛えし、体も動かねえ。やっぱポンポン痛い。俺は寝る。あ、うん。寝た寝た。おい。ん?行くなら B6 まで降りろ。え?B6 で俺がてめえを一番最初に見つけた場所。ほう。その中にあるもんを持ってこい。なんだなんだ?あるもんってなんだ?わかった。武器かな?パワーアップすんのかな、ザックが。また意識がなくなった。あの怪我だ、無理もない。あの神父のところへ行こう。なんだろうね、気になるね、すごい。息をしてるが目覚める様子はない。起こしちゃダメ。おとなしくしててもらわないと。よしよし。寝てる、寝てる。なんだろうな。あ、おい、びっくりした、びっくりした。お前、あそこにいいんじゃねえのかよ。びっくりしたわ。待ち構えてんじゃねえぞ。びっくりした。ぶつかったわ。急ぎすぎて。なんだお前。どうするか決めたのかね。てっきりあそこにいると思ったよ。B5 に薬を取りに下に戻りたい。だから試練を受ける。ふむよかろう。では行こうか。ええ。ん?ねえ。ザックには何もしないで。もちろん。ロリコンだからな。うわ、なんだろう。この人から甘い匂いがする。何これ、おなら。おならじゃないよな。甘いおなら。なんか薬品嗅がせてんのか、やっぱり。あ、紫だしな、薬も。甘い包皮みたいな。よほど君は私をザックに近づけたくないようだったな。睨みを聞かせ、遠ざけなくとも私はザックには何もせん。ほんまか?ほんまか?では行こうか。レイチェル・ガードナー。一時本名で呼ぶんじゃない?全文を読むんじゃない?花沢類みたいな。気になるんだよ。丁寧なつもりか?普通に降りれるんすね。普通に。君はなぜザックを生かそうとしているのかね?彼が死んだら困るから。困る。それはなぜだ?ザックに私を殺してもらいたいから。ザックが神様に誓ってくれたの。ほう、それが理由かね。とんでもない誓いをしたものだ。せやな。二人にしかわからない愛情表現ですよ。なんだろう、やっぱり。この人からだ。甘い匂いがする。これが何なんだ?何をしてるんだ?何がしたいんだろう、この人は。やっぱりなんか、エロいことするつもりだろう。カラナギいらっしゃい。鼻声ですまない。レイチェル。レイチェル・ガードナー。ごめんなさい。あ。ちょっとタンが絡み。おお、うわ、すげえ。さあ、まずは B3 に着いたぞ。え?どうかしたかね?糸ネムシいらっしゃい。いえ、少し目がチカチカしただけ。リンネガンみたいになってるよ。ここから先、私ができるのは君への助言のみだ。ここはいらっしゃい。何、試練といっても難しいことはない。まがまがしいわ。ここから下へ向かうエレベーターを動かすには仕掛けを探してスイッチを押さなければならん。 B3 のスイッチは牢獄に存在する。それを押すことができれば私が最後にエレベーターを開いてやろう。なんだその試練。牢獄はザックが伸びてきた腕を踏みつぶしたところ。行こう。どこだっけ。ちょっと結構前すぎて記憶があまりない。おっと ?B3 はキャッシーの好みで、どこよりも仕掛けが多い。ああ!
B3 はキャッシーか。彼女はそれを使って人の心を動かし、心からの後悔と救済を求めるように導くのが上手だったのだよ。ただ少々浪費家ではあったかな。愛嬌ということにしておこう。浪費家か。だからここには懺悔と救済を求めるものがまだ渦巻いているかもしれぬ。ほう。さて、私は先に降りる方のエレベーターに行っておく。うん、楽すんじゃねえぞ。牢獄は確かこの奥だ。急ごう。こっちにじゃいるのか。とりあえず見に行っていい？あ、いるわ。まだエレベーター動いてないぞ。知ってるし、知ってるし、知ってて来たし。なんかあれだね、背景がまがまがしくてさ、全く別の面みたい。もう原型がわかんないもん、これ。原型わかんないな。ネームボードのようなもの持ってる。あれかな？他の部屋とかは全然変わってないのかな？全く同じものなのかな？とりあえずでも見てみようか。気になるもんね。なんかもしかしたら文章とか変わってるかもしんないし。まあ、変わっててお前がそれにわかるのかっていうの疑問はあるけどね。あ！これはザックが怪我したところ。死体がなくなってる。ほう。死体がなくなってる。なぜ？血の跡と片腕、無知だけが残されている。そうか、腕切ったっけ？そっかそっか、どうして？生きてるんじゃねえの？赤い拳銃、弾は入ってない。だってあれだよね。キャッシー倒したのって腕切っただけだよね。とどめ刺してない。よな、多分。これ来るパターン、じゃね？え、ちょっと待ってね。あの、右上、ちょっと行きたかった。ちょっと待って、ごめん。こっち行けるよね。これどっちの、あれでも行けるのか。鉄格子が開いてる。ここから行けば牢獄に繋がってるはずだ。あ、待って、なんか、あれだわ、ちょっと待って。なんかいろいろ行きたいとこあるな、すごい。違う。あ、電気椅子の部屋。え、ちょっと待って、こっち正解？ごめん。ごめん、こんばんはいらっしゃい。くそ。ちょ、待って待って。俺あれだよ。寄り道したい。ごめんね。ちょ、テンポ悪くて申し訳ない。寄り道したい、俺は。あ、こっち行けないのか、もしかして。あ、ごめんなさい、行けませんでした。先やっとけよって話。じゃあ、飼い主いらっしゃい。グラハいらっしゃい。寄り道がしたい。じゃあ、行きます。え？まだ声がする。明かりもないのに、牢屋の奥がよく見える。特に何もなさそう。特に何もない。おっと？おお、待って待って待って。ゆかいらっしゃい。無月いらっしゃい。腕みたいなのが出てきたのはここだけだったな。お？何かある？スイッチってこれかな？手届くかな？やめろー！やめろー。もう少し。おお、え、どうした？うわ！逃げなきゃ！待てー！待って！待って、なんじゃすかなんじゃすかー。え、待って、え、壁から出てくんの？え、きつくれ、それ。ゲームオーバー。ごめん。ごめん、咳が。叫ばすんじゃないよ、病人を。え？え、だって。こっちでいいんすか？あ、いいのか。びっくりした。壁から出てくるから。あれ何？当たったと思ったら当たってなかったっていう。ここまで追いかけてこないみたいだけど。これじゃ牢獄に入れない。どうする？邪魔だな。拳銃は今使えないし、どうしようか。何でやる？何でやる？あ、そうだ。このフロアはもともと装置がたくさんある。アスカ牢獄だ。脱獄感が出た時にきっと対処する方法くらい。このフロアを制御する機械があった部屋に行ってみよう。あそこですね。ギョイギョイ。で、後で来るのか。ここはごめん、先に来ちゃったわ。たくさんのボタンが並んでいる。ここで監視映像を映せるはずだ。ほれほれ、機関銃とかあるんじゃない。この部屋だ。そしてこの部屋の仕掛けの装置は難しいな。これかな。えい。おお、これは、ここから画面を見て狙撃できるんだ。マジか。逃げ出した人をこれで撃ってたのかな。え、マジ楽しそう。ここにたくさんいるの。じゃあもしかして、亡霊？
時間がない。早くしなきゃ。カーソル合わせてこのボタンで。そうすればこの部屋に入れる。ほうほうほう。十字キーで移動。決定ボタンで狙撃。足、頭上より足元を狙いましょう。OK。なるほど、なるほど。入らない?入らない?ふぅ !OK!OK!、OK! 楽しい!ウィー!うっ!これボタン連打でもいけそうだな。ボタン連打でもいけそうだ、簡単に。ウィー!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 俺こういうの得意っすから。ウィー!ザコメ。ザコメ。いやでもこのシステムいいな。楽しい。これで通れる。おほほ。キャスイ?ああ!蘇った。ひどいことするわね。痛み苦しみに嘆く者に対して邪魔だなんて簡単に切り捨てて。なのに顔色一つ変えない。ザックに自分を殺してもらうためならどんな手段でも選ばないのね。お前が言うかね。本当にあなたって罪深い女なのよ、レイチェルー。鼻詰まって喋りづらいっす。なんで今日撮ったんやって話。今のは?でも消えた。喋りづらいっす。わからない。とにかく早く行こう。もう全滅させたから行っていいんすよね。もう全部撃ったから、もう邪魔されないはず。この邪魔ってのもあれかな?キーパーソンなのかな?あ。うん、今こんなことを気にしてる場合じゃない。邪魔。邪魔だから両親を殺したみたいな。おぉ。撃ったはずなのに何も残ってない。たびたびごめん席。格子の少し奥にスイッチのようなものが置かれている。多分これだ。ポイキットな。牢獄のスイッチはこれで押した。これでいいのか。お!今の音はもしかしてエレベーター?あの人のところ行ってみよう。わーい。わーい。キーパーソンは人か。細かいことを。どうやらスイッチを押せたようだな。キーワードね。ええ。君はどのようにしてこのフロアのスイッチを押した?え?君に追いすがり邪魔をしてきた者はいなかったかね?いた。でも、全部撃った。そうか。ではなぜそうした?やらなきゃやられるから。邪魔だったから。なんだ、分岐か?そうか。それでは、時間もないことだ。次のフロアに行こう。これ、マイフロアやんの?マイフロアやるのか?この試練は。でも多分そうなんだろうな。多分そういうことなんでしょう。さあ、着いたぞ。レイチェル・ガードナー。ええ。なんだ、レイチェルは、ソルジャーになる訓練でも受けてるのかなんか。さあ、B4 だ。ここのスイッチは、水温の管理室にある。どこだっけな?どうしてこんなことしなくちゃいけないの?それはどういうことかね?さっきから、よくわからないことばかりなの。私を早く下に降りて、薬を探したいのに。なんか調教されてるよね、完璧。それは君が何者であるかを知るためだ。私を?そうだと思う。なぜならば、君はイレギュラーだからだ。イレギュラー。哀れな子羊か、それとも悪魔か。めっちゃ小馬鹿にした笑いだな、こいつ。黒目どこに行ったんだよ。なくしたのか?黒目はよ。そして今、君は今、この試練で、審議にかけられているのだよ。魔女裁判?レイチェル・ガードナーいい名前だよね。あの人は私を知ろうとしている。仕官してるのか。でも、そんなことあの人には関係ない。まあ、サムネいらっしゃい。電源装置起動している。レイチェル天使、おっと!ザックが倒したこの宝石少し動いてる。蘇るか、カボチャ頭。おっと!蘇った。まただ。なんなの?どうしてさっきから死んだ人が見えるの?村人いらっしゃい。でも、怯えてる暇はない。邪魔だったら撃てばいいよね。撃てばいいよね。こっちか。うわぁ、なんか目に悪いな、この。青い感じ。電源室。こっちかの。お。
実際に見てみると、ここはひどい有様だな。エディは優しい子だ。墓場を荒らされて大層怒ったことだろう。優しいせいか、あの子はどうも貧乏くじを引きがちだ。少し不憫に思うが。じゃあ墓壊さなかったら和解できた？エディ。もっと不憫なのは墓に眠ったはずの者たちだ。エディの思いやりで楽になり、墓で浄化されてるというのに、それすら叶わなくなったな。ザック悪いな。じゃあ悪いやつだな。では私は先に行っておく。君は引き継ぎ頑張りなさい。上からめ。花染めいらっしゃい。壊れた墓場から何か出てる。こんなものなかったはずなのに。ん？でも今気にする必要はない。それより温度管理室に行こう。確か右の部屋の奥にあったはず。レイチェルの記憶力。俺なんか全部忘れたのに。その隙間から手の形をしたぬいぐるみが飛び出している。怖えな。手の形のぬいぐるみってなんだよ。グロいもん作るな。この赤いやつだね。ちょっと見にくいけど。手の形のぬいぐるみ。まあ、とりあえず全部調べとくね。なんかあったら、あれだし。覗き込むと目があった。だけ？あ、でもちゃんとあれだね。行けるところはちゃんと制限してあるから、わかりやすいね。壁が壊れ、隙間が埋まっている。特にアイテムとかを手に入れて分岐っていうことは多分ないんだよね。おそらく。真摯な熊太郎にトマトいらっしゃい。エピソード3をやってるよ。エピソード2までは動画撮ったよ。今回も撮っているよ。まあ、行くか。いなくなったし、やつ。おっと！棺桶こんなところにあったかな？なかったよ。鶴ちゃんいらっしゃい。壁に大穴が開いている。水温を管理していた部屋、確かここだったはず。やばい、セーブしてない。よし、セーブは基本。水温を調整するバーがついている。これか？ファンのようなもの、何かの装置。気温や温度、冷気が漂っている冷蔵庫。何か書かれている。なんだ？これは僕のもの専用。冷蔵庫を開けるとひんやりとした空気が流れ込んできた。中には何もない。僕のもの。あ、奥の方に穴がある。でも奥まで手が届きそうもないな。何か細長いものが用意できれば。細長いもの、箸とか。細長いもの。ガラスの破片とか無理だよね。裁縫道具だったら、針とかあるね。針とか。ダメか。細長、棺桶の中。見てみよう。待って、なんかある。壊れたツルハシ。これ折れてるけど使えるかな。でも長さが足りない。これに足して使えるものを探してこよう。ん？棺桶の中。おびただしい血がついている。蓋されてる？蓋されてるか。その身を洗え。冷気や冷蔵庫の枝が扉に鍵かかってる。外になんかあったかな？まあ、とりあえず全部調べてみます。あ、上の扉を開け回しになっている。中にはメモ以外何も入ってないようだ。メモ以外。メモってなんだ、メモって。気になるぞ、鍵かかってる。鍵かかってるなぁ。外か。でも多分あれだろうね。親切だから、こういう感じで光ってるんだろうな。ちょっと見に行こう。おっと、墓石から出てきたものが勝手に動いてる。確かあれは手の形をしたぬいぐるみ。動くおもちゃだったのかな。マリーモッコリいらっしゃい。そうだ、あれを糸でひっつけて棒につければ。ええ、ゲットすんのあれを。手のぬいぐるみを手に入れた。逃げるんじゃないんだ、潰すんだ。すごいな。過激だな、今回のレイチェル。チロルいらっしゃい。過激レイチェルだな。高圧的な。これだけあれば足りる。あのツルハシとくっつけてみよう。いや、ま、そんなに追いかかられても困る。もう手当たれてるから、あなたはいらない。死ぬかと思った。びっくりした。死んだかと思った。手をつなげるのこれ。肩結びってこと？あ、糸でか。
割れたツルハシ。これに手のおもちゃをつなげて長くすれば。最初に手を縫い合わせて。うえぇ。あ、そっか、レイチェル、そういえば、鳥も縫ってたな、そういえば。うわぁ。二つを一つにして。最後に折れたツルハシの切っ先に刺せば。刺す。不思議なツルハシ。なんか、不思議なダンジョンみたいな。トルネコで出てくるような感じのができたけど、不思議ってか、不気味じゃなくて、これで冷蔵庫の奥の方に届くのかな。トルネコじゃん。そんなグロいもんトルネコで出てこないぞ。グログロでしょ、こんな。グログロでしょ。ああ、使うのか。ごめん。不思議な。不格好の形になったツルハシ。竹についてる手のぬいぐるみがわずかに動いてる。ウェヘー。これを使えば多分奥に届く。まあ1話の時点から結構ね、危ない感じは。これ不思議だな。壊れないでまだ少し動いてる。あれも元人でしょ多分。動いてる手も。お、よかった。今のスイッチだったんだ。急いで下へ戻るエレベーターのところへ行こう。了解です。テロのぬいぐるみ動かなくなったな。捨てよ。捨てよもう。うわ見ちゃったよ、レイチェル。ひどいよ、ひどいよ。ねえ、悲しい叫び声を聞いても、レイチェルは何も感じないの？優しくしてあげようと思わないの？何がその人の幸せかを考えたりしないの？レイチェルは自分のことしか考えてないんだね。それ以外の幸せなんて見てもいないんだ。だから周りも、ザックも、きっと苦しんで終わっちゃうんだよ。こいつ、また。言いたいことだけ言って、ひどいこと、悲しい叫び声、何も感じない。苦しんで終わる、ザックも。私でも。黒羽いらっしゃい。ダメだ。こんなことで考え込んでちゃう。次で薬がある B5 なんだから、早く戻らなきゃ。でも B6 まで行けって言ってたよね、ザックが。あるもん取ってこいって。スイッチ押したよ。あ、そのようだな。レイチェル・ガードナー。君はどのようにして、このフロアのスイッチを押した。なんだこれ。何答え合わせ毎回。いいじゃん、なんでも。ツルハシに動く手のぬいぐるみをつなげて、それでスイッチを押したの。ほう？それらは泣き叫んではいなかったかね？いいえ。なぜそう言える？あ、だってあれは手のぬいぐるみだったもの。動いてたよ。そうか。君には間違いなく、あれらがそう見えていたのだな。え、なんだったの？ならばよい。見えたのならば真実であろう。早く月に行かせて。よかろう。よかろうもん。